ですね、次はですね、やっぱ水沼さん法政大学へ入るわけですけど、法政大学どういうきっかけだったんですか、そもそも。まあ、3年の時に、まあ、当然高校3年の時に、まあ、大学進学を考えて、うん、日本リーグももちろん選択肢ではありはあった。だけど、うん、まあ、自分は大学行きたかった、うん、でなぜかというと、やっぱりユースとかの時に大学生の人たちの合宿に監督からお前行ってこいって言われて、高校の時に結構そういう合宿に行ってたの。ケミガーとかに、学生選抜キャンプしてますとか、アンダーいくつがキャンプしてますみたいなところに、まあ、行ってこいって言われて、同じ仲間と何人かで行ったりしてて、でそういう時に知り合った人たちがたくさんいて、ああうまいなというふうに思ったことと、いくつかの大学を、まあ、監督も考えてくれてて、でお前はどこ行きたいんだっていうふうに言われて、法政ですって言ったのね、うん、で法政ですって言った理由の一つが川勝さんがいたからなのね。あ、そうなんだ。でなんで川勝さんがいたからかっていうと、高校1年の時に高校サッカーの選手権で優秀選手に選ばれて、同じ高校選抜って遠征行くじゃん、はいはいはい、優秀選手 で、はいはいはい、でそれで一緒に行って、この人面白いと思ってあれ水沼さんの2校上でしたっけ。2校上だから1年3年で行ったわけよ。そうかそうか、高校の時はこの人面白い。そうで、それで俺はその時にウイングだったから、はいはいはい、受け手としてはすげえいいパスが来るわけ、うん、あそうですよね。右足のアウトでスーッてボールが来て、逆スピンがかかって、俺が走ってる前に落ちて、そのまま持っていけばいいだろうみたいなパスが来るわけ。なるほどね。だそういうのを受けたいなっていうのも一つ。まあ、川勝さんに言ったら多分相当今喜んでると思うけど。なるほど、面白いそれ。で、あとはやっぱり法政が強かったっていうのもあって、うん、まあ、そこに行きたいなって思って法政を選んだ。あと、中大がね、うん、中大もあったんだけど、中大は俺が高校の時にそういうことを出してていた人が、一発を出してくれる人が中大に行ってて、うん、で中大行くとその人から受けられるんだけど、中大1年生丸刈りだった。それが嫌で。え、法政はなかったんですか。あ、それなかった。筑波とかは考えなかったの。あ、筑波もあったんですよ。風間さん筑波ですもんね。あ、八広、うん、八広でも俺の1個下だもんね。で筑波はユースで一緒だった小下が入った。あ、小下さんね、うん、アントン、うん、あ、そうなんだ。で入るってもう大体分かってたんだけど、筑波は、まあ、ちょっと言いづらいですけど、うん、ちょっと上にいる人がどうかなってちょっと思って言いづらくないで言っちゃってんじゃないですか。言っちゃったよ。寮生活ってどうでした。寮生活。寮はやばかったですよ。いや、どういうやばいんですかそれ。大部屋が3つあって、で、まあ、くくりつけの2段ベッドみたいな様子の 1,2,3,4,5,6,7,8 人部屋が4つあって、で大部屋だと1年生は最初全部布団の上げ下げと掃除とか全部しなきゃいけないね。で8人部屋のところは布団の上げ下げはないんだけど、まあ、部屋の掃除が当然あるんだけど、うん、めっちゃ狭いところの空間に 1.5 畳ぐらいの何下があって、うん、上が1メーターぐらいの空間が自分の空間。カプセルホテルのもっとなんか今いいんでしょ、カプセル。カプセルホテルはまあでも閉まりますからね。閉まらないですよ。でも俺たちカーテンな、カーテン。はい、そうですよ、ね。あ、カーテンなんだ。だからプライベートのところはもうそこしかないみたいな。あ、そうなんだ。それの部屋、平屋なんだけど、うん、それのベッドのスペースの2階に上がると、こう天井下がると天井暑いんだからね。え、なんで暑いんですか、それ。いや、屋根が鉄板かなんか で、ね、でその暑さがぶわーって下まで来てて、うわー、クーラーないし、だから今考えるとよく寝てたなって思う。そういうとこです。今は幸せってことですね、ほんとね。え、それって何年生までいなきゃいけないんですか。ずっと4年です。4年。え、4年間ずっとずっといたんですか。ずっと、うわ、それ耐えられないんじゃないですか、普通。でもね、うん、住めば都になってくるわけですよ。あ、そうですね。あ、上の学年に行けばだんだん英語良くなってくるんですか。そうです。学年、それこそまあ2階だったり下だったりって、まあ、選べるようになるのと、うん、
あとは何だろうな、食事も別にみんな作ってくれてそれを食べればいいし、うん、なんかわかんないけど良くなってきたね、量が。え、抜け出しとかは彼女と遊ぶ時とかどうする？脱寮とかないですか？脱寮っていうか、まあ、こっそり抜けてる先輩はいた。あ、え、俺は違うってことですか？俺は別にそこまで何ふざけてる人じゃなかった、ね、真面目ってことですね。もうちゃんと門限破ったことないし、休みの日、次の集合の時で何時まで集合っていうのも帰ってこなきゃいけないとか、まあ休みがあったら一回自宅とか実家に帰れたりはするのね。ここは寮にいなくてもいいの、うん、追っかけ対策はどうしたんですか？追っかけ追っかけだって寮とかに来てるでしょ、水沼さんのファンとか。あー、ユースが終わった後とかね。そうですよ、はい、いっぱい来るじゃないですか。いっぱいは来ないです。数名は来たことはあります、ね。うん、絶対そうでしょ。え、別に喋ってそれはね、さよなら。本当っすか？本当？寮って女の人入れないし、あ、そういうのはちゃんとしてるので。だそれがもう多分グダグダになったら多分サッカーも弱いっしょ。なんかちょっと男らしい感じ見せてるなあの、ウィキペディアによると、うん、総理大臣杯2度制覇っていうのがこの大学でのタイトルっていうことになってますか、はい、そんな感じですか？そうです、うん、2回、2年と4年かな、うん、2年の時と4年生の時に優勝してて、うん、大学インカレは出れなかった。あ、インカレは優勝してないんだよね。3年の時降格しちゃうんですよね。そう、うん、2部に落ちるという。本当？あ、要するにあれか、川上さんいなくなった後ってことですよね。そう、だからよ、俺が3年っていうことは4年生は、うん、水差し高校で監督をされてた安井さんってわかりますかね、富山の、うん、先生なんですけど、うん、その人とか、あとそういうこと前橋育英の今校長先生の山田康介さんとかが1個上です。でも なんで落ちちゃったんですか？まあ俺が思うにね、1年生2年生、まあユースも終わってちょっとこうサッカーなんだろうな、燃え尽き症候群じゃないんだけど、うん、1年の終わりから、うん、試合に出れるようになってはいたけども、こう2年になって川川さんとか行って、うん、みんな上に助けられた部分が多分あったと思うね。俺は試合には出てるんだけど、あ、でちょっと燃え尽きてたから、ユース終わってもそれこそきつかったからね、合宿が。でそういうのもあり、多分自分の中でサッカーが1じゃなかったところが多分あったんだよ。ああ、そうなんだ。でそれが俺の中で3年生になって、4年生が山田先生とかいたけど、山田さん、高崎さんとかいたけど、結構下級生が中心になってたのね。うん、それまで1年生は頑張ってたら、2年生になってユースが終わって、お前サボってただろうみたいなの神様に言われたような感じが、俺はその3年でしっかりとできなかったっていうのはすごいあった。それで落とされたんだっていうふうに俺の中では理解してる。うん、3年の時ね。その時の、そう、うん、でものすごい後悔したわけ。ずっといいとこにいたから、優勝したりだとかユース選ばれとか、すごくいい舞台でサッカーをさせてもらったんだけど、3年生でそういう失敗返しじゃないけどそういうことになり、4年生で2部でプレーしなきゃならなくなったと。まあ憧れてた強い大学で入ったけども、4年生をそれこそ2部で戦わなきゃならなかったっていうのは、ものすごい自分の中では、まあ、屈辱的だったのね。で4年になった時に、まあ、2部で戦うことになって、今みたいにこう、うん、人工芝ってなかなかできないとか、うん、そういうのもあったし、もちろん大きなグラウンドではできないし、うん、補正のグラウンドとか関係ないんだけど、早稲田のグラウンド行って試合をするとか、うん、土でやったりとか、それが舞台だったわけ、2部だと。西川越じゃないので、そうとか東伏見まで行って土は、土はきついですよね。で昔はさ、西川丘の味の素フィールド、今、うんうん、あそこの研修センターがあるところはサブグラウンドだったので、うん、土の。ああ、そうですよね、そうですよね。1部が芝生でやってる時に、うん、2部はそっちで試合をするとか、そういう感じだったの。いや、それきつい、それきついですね。本当にね、水沼さん、そこまで本当に世代のトップ走ってただけに、こう、なんか、こう屈辱感ありますよね、絶対そこは。そう、なんかそこになるっていうふうに、もちろん決まってしまったんだけども、4年になるときに、自分でキャプテンになって、うん、もう一回俺がやるみたいな感じで、うん、俺がキャプテンになり、で、目標を一部、まあ、昇格と、うん、あとは総理大臣杯優勝すること。大臣杯って2部も関係なく出るじゃないですか。ああ、そうか、そうか、うんうん。
でそれ優勝と、で総理大臣が優勝するとインカレ出れるんだよ。うんうんうん、でそれの目標を立ててやって、でめちゃくちゃきつかったし、それこそで今の大学みたいにこう監督はいるけど常勤のコーチとかいないから、うん、自分たちでトレーニングメニューを考えて、うん、学生コーチが大体やるので、うん、その当時って、うん、でそれで一緒にキャプテン、まあ俺とあとはその学生コーチのやつと、うん、あとは副キャプテンとかでトレーニングメニュー考えて、で大体スタメンも自分たちで考えて、うん、あとは監督に電話して確認を取る、うん、プレイングマネージャーですよほとんどね。そうで目標は一応、まあ、達成はした。夏の総理大臣杯は優勝することができて、インカレにも出場することはできた。インカレは最後準決勝かなんかで国士かなに負けたんだけど、で2部で優勝はできなかった。だけど1部との入れ替え戦には出場することができて、で入れ替え戦がまあ農大だったのね、うん、まあ、ちょうどその時に森下って今 FC 東京のキーパーコーチが、おお、ああ彼が農大だった。うーん、あと多分川端知ってる石井友とか分かる、はい、ああはいはいはい、彼とかも農大。あ、そうなんですね。あ、その世代か。で彼らが、うん、彼らがいて、うん、で、まあ、対戦することになったんだけど、まあ、入れ替え戦で勝てば内部に上がれてそれこそ目標達成できるので、うん、まあ、そこにかけてた部分は俺にはあって、うんうんうん、絶対勝つっていうね目標を持ってやってたんだけど、その1週間、2週間ぐらい前に鼻を骨折するんだろう。まあ、それな、試合で練習紅白戦で。鼻ってすごいですね。切り返した瞬間に、ディフェンダーがついてたやつが、まあ、後輩だったんだけど、うん、はい、そいつがこう手をこうやって振った時に、ここにパーンって入って。ああ、人を。それきついな、それ。水平チョップじゃないですか。もうそれでも入り返せやばいってなって、自分で。うん、で、1週間、まあ、手術したんだけど、結局、ガッと上げる、はい、なかなか上げられなくて。うん、で、手術して、まあ、固定を1週間ぐらいするんだけど、うん、片方の鼻にハンカチ代のガーゼが4枚ぐらい入るんだよ。そんなに入るんですか。いや、すごいよ。すごい。わわ、すごいですよね、それで。こっち4枚、こっち4枚。で、こんなになって鼻で、うんともすんとも言えないわけよ。鼻が、スースーもしないし。お口だけ、口呼吸。そう。でも、1週間経ってそれが取れるんだけど、うん、もう最後の方は、そのガーゼが口の中からもう落っこってきちゃって、つながってるじゃん。ああ、で、そっからもう、なんだろうなんて、痰が絡むなって、あーってやっても、口を見ても、開けてみても白いのがあるって、これなんだ、痰かなと見ながら、でも、触ると硬いから、こうやって引っ張ったら、ガーゼがブーって出てくるみたい。で、それを1週間やって。すげえ状況だな、これ。で、それの1週間後ぐらいに試合なんで。で、出たんですか。で、めっちゃ怖いじゃん、やっぱりこれ。うん、そりゃ怖いですよね。ただでさえヘディングとか好きじゃないの。うん。怖いし、うん、そりゃそうですよね。こう多分高校の時の話でゴール前でボール投げられてこうやってやったって話をしたと思うけど、それぐらい嫌いだったのね。だけどその試合で農大に 1-0 で勝つんだよ、うん、構成は、うん、その試合で決めたのは俺なんだよ。ダイビングヘッドなんだよ。マジっすか。すげえ熱い。低いんだよボール低い。熱い。低いボール、相手の足が出てくるタイミングのところをこう行ったんだよ。ああ、もうそう気持ちですね。いや、だからサッカーは気持ちだよ。気持ちだ。っていうか、やっぱりそれはすごい思ったよね、やっぱり。あ、なるほどね。勝たなきゃいけないっていうのと、やっぱりその、うん、勝負どころで自分がこう勇気を持っていけるかどうかっていうのと、うん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 、やっぱりとっさに決めたいってなった時には、絶対体反応するとか。うん、なるほどね。まあ、すんごい学んだ1年なんだよ。それか、それがコータに DNA に入ってんだな。このソウルフルな。それでやっぱりその時は、まあ、4年生で頑張った、みんな頑張ったので、やっぱりみんなでこう讃え合って泣いたりもしたし、うんうん、まあ、うん、ちゃんと上に上げることができて、ある意味自分たちが掲げた目標を、まあ、100% じゃないけど、まあ、8割方は達成してできたかなっていう、うんうん、感じかな。それは充実感ありますね、うん、だから4年間でさ、いい思いもしてるし、でもやっぱり自分が、うん、やるべきことを怠ったりだとか、うん、精神的にこう集中してなかったりすると、うん、自分に返ってくるっていうか、うん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 、だからそれをすごく学んだんだよね、うん、3年4年の時 ね全部ね、
やっぱり上に行けば行くほどいろんな責任もやっぱり大学でも出てくるし、それとそれこそ3年4年生になった時にユースで一緒にやってた仲間はどんどん代表に入っていくわけよ。柱とか柱谷とか、そうだ、田中慎二もそうだし、小志田もそうだし、あとは大崎さんとかもそうだし、そういう人たちがもうどん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 代表に呼ばれていくわけよ。焦りますよね、それは。焦るし、まあ、羨ましいのもあるし、まあ、自分何してんだみたいなところもあるし、だから4年生になって、やっぱそういう舞台が逆に俺には用意されて、やっぱそこで何ができるかみたいなことを多分試されて、というのはすごかったね。もしかすると、順風満帆で行くよりも、水沼貴っていう選手にとっては良かったんですかね、そこでこう行って。あ、でも絶対そうだと思うよ。うん、いや、本当にそれはそう思う。いや、五輪でもよく思うんですけど、その五輪代表に選ばれました、本大会行きましたっていう人と、本大会行けませんでしたっていう選手が、結構巻き返すケースってすごい多いじゃないですか。この間、ロシアワールドカップでも、結局五輪行けなかった選手たちいっぱいいて、やっぱそれに近いんでしょうね。その、なんかこう、挫折があって、そこから這い上がるみたいな経験。だから、今のはな大学の話でさ、3年生、まあ、4年生の話だけども、1、2年生の時は、まあ1年生かなの時は、ユースがあったわけよ、ワールドユースが。あ、うん、高3から大学の1年の夏ぐらいまで。うんうん、その時が、もうそれ、今の大学の話よりももっと。地獄の特訓でしょ、まあ、お前ダメだろっていうのがあるわけよ。いや、じゃあいい流れなんで、次は、ぜひ僕も聞きたかった、ワールドユース。4回次回のお楽しみに。次回の楽しみ。